皆さんこのチャンネルやり始めたから一番欧州サッカーの潮目が変わったなって人ありますか？僕は1819のアンフィールドの悲劇ライブプミア最強の風潮が一気に高まってきました。アンフィールドの悲劇って何だっけ？奇跡じゃなくてバルサに勝ったやつは奇跡だ。潮目変わったな。で僕はもう普通にペップの出現だと思いますけどね。ペップより前はキーパーからどう？デザあの、しっかりビルドアップしてどう崩してみたいな。瞬間的なポジションの重要性とかそういうのはなかったからなかったっ。というそういう考えでやってなかったからで、そのああいうサッカーをどうぶっ壊すかっていうので。 プレスの仕方とか、その相手から余裕を奪うっていう考え方が出てきてみたいな。ね、バルサ側から見た悲劇。なああいうことがあるのがサッカーですかね。だからあの目標とか絶対チャンピオンズリーグ取りますみたいなよりも、それこそいつも言うけどね、あのジェフ就任する時のオシムさんはタイトル取りますとか言ってないし、ペップがバルサ就任した時もね結果は約束できないけど全力尽くすことは約束できるみたいな。でその人たちがね結果を得ててっていうのはありますからね。 逆になんかあるじゃん。よく J リーグの監督とかでなんかこう攻撃的で魅力的なサッカーやりますって。嘘ばっかりじゃん。大体守ってカウンターやりだすじゃん。だからそういう本質分かってない人とんか攻撃的なサッカーとか魅力的なサッカーとか言うんすよ。攻撃的で魅力的なサッカーなんて、その裏にある苦行というかそのデザイン性を手に入れるための選手の哲学を変えさせたりとかチームとしての規律徹底させたりとか、もう地味でもうえげつなくなんかこうしんどいというか。 そうなんか本当に職人的な作業の結晶ですからね。それはみんなボールつないできれいなサッカーやりたいですけど、そこに行き着かないのは何なぜかっていうと、ハードルがめっちゃ多いからですからね。いろいろみんなで、えー、追いながら、いろいろサッカー楽しんでいきましょう。いいね、チャンネル登録して帰ってくれたら嬉しいです。そして、えー、サッカーの戦術的なこととかいろいろね、深いところを知りたい人は、えー、コメント欄とか概要欄からレオザ学園入学して、一緒に勉強してくれたら嬉しいです。じゃあね、バイバイ。